皆さんこんにちは、 CSK です。新型レクサス NX 納期については少し心配な点もありますが、納車される前の準備としていろいろなグッズを買い揃え始めていらっしゃる方も多いと思います。本日の動画ではその中でも一番関心が高いと言っても過言ではないドライブレコーダーについてご紹介します。すでにライブなどでは触れているため購入済みの方も多くいらっしゃると思いますが、本日ご紹介するのはバントゥルーというメーカーの 4K 対応3カメラタイプの N4 という商品です。こちらの商品、画質面で特に評価が高かったのですが、弱点と言われていた駐車監視についても最近のアップデートで大幅に機能改善されたため、私自身実際に購入いたしました。私の NX はまだ納車されていないので特に取り付けなどは行っていませんが、本日は商品概要や開封状況、そして実際に取り付けた際の画質などを現在所有している RX300 に装着しているカーメイトさんのダクション 360S という360度カメラ、これとの映像比較なんかも合わせて簡単にお伝えしますので、まだドライブレコーダーどれにしようかなと悩んでいる方、ぜひ最後までご覧ください。この動画の内容が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォロー、メンバーシップ、ネクサスもよろしくお願いします。それでは早速本編いきましょう。今回ご紹介するこちらの N4 というドライブレコーダーですが、私が今回購入を決めたのはドラレコやレーダー探知機を中心としたカー用品を紹介されているラブーンさんというブログ、こちらの他社製品と徹底的に比較した記事、こちらが決め手となりました。とても有名なブログなのですでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、もしご存知でない方は概要欄にリンクを貼り付けていますので、ぜひアクセスしてみてください。一言で特徴を表すと、今2021年現在で購入できるドライブレコーダーで一番解像度が高く、フロント、リア、そして車内向けの3カメラ構成、さらに駐車監視オプションをつけることでタイムラプスによる駐車監視撮影も行える、そんな性能を誇っておきながら、なんと3万円以下込み込みで購入できることがほとんどというところが特徴となります。それでは早速開封していきます。今回は本体の他に2つオプションを購入しました。1つ目がこちらの GPS マウントです。もともと購入した時点では吸盤タイプのマウントがついているんですが、その吸盤タイプだと少し長さがあるのでカメラの取り付け位置がどうしても下になってしまうんですね。なのでテープで貼り付けができるタイプのマウントを購入することをお勧めしているのですが、その中でも GPS 機能が使える GPS マウントを購入しています。2つ目がこちらの専用の直結電源ケーブル、駐車監視用向けのケーブルとなります。こちらを購入して装着することで、ある一定の電圧まで行くと録画を自動的に止めることができるので、バッテリーの劣化などを防ぐことができるようになります。そしてこちらが本体となります。開封自体は少し早送りで進めていきます。開封すると日本語のバントゥルー専用のドライブレコーダー撮影中ステッカーが入っていました。説明書もすべて日本語訳のページがありますので、取り付けは特に困らないのかなと思います。商品は全部で4分割して入っています。 DC アダプター、吸盤タイプのマウントとケーブル、リアカメラ、そして本体カメラ、全部で4つの箱に分かれて梱包されています。こちらが本体です。フロントカメラと室内向け車内カメラが備わっています。操作用のボタンや液晶パネルもこちらに一体型となっています。見た目の印象としてはちょっと大きいなという感じなんですけれども、本体自体はとっても軽いので落ちてくる心配などはないのかなと思いました。続いてはリアカメラです。標準で6メートルのケーブルがついており、新型 NX についてはこのケーブルで基本的には賄えるようですが、ちょっと配線のルートが変わるとギリギリ届かない可能性もあるということですので、気になる方は追加で9メートルに延長するカメラケーブルを購入することができます。1点注意事項としては、こちらのリアカメラ、どうやら車種によっては地デジの写りに影響してしまう可能性があるということです。それでは車内で地デジを見るときに困るなという方は、購入いただいた後バントゥルーのサポートにメールで連絡をすることで対策品と交換することができるのですが、この対策品ケーブルの形状が変わってしまいます。そのため
一度取り付けた後に交換しようとすると再度配線の処理が必要になってしまいますので、店舗さんでかかった費用がもう一度かかってしまう可能性があります。そのため地デジの移りに影響するのは絶対に困るという方については、購入した後すぐに交換のメールをしてみてください。現在半導体不足なので、こちらの商品もなかなか届くまでに時間がかかります。最短でも海外から2週間ほどかかってくる状況のようですので、購入後すぐのご連絡をお勧めします。続いては DC ソケットです。 DC ソケットにつないだ状態で配線処理される方はあまり多くはないとは思いますが、今回私は NX が来る前の RX に取り付けて使ってみました。最初これ Amazon のマークに見えるなと思ったんですけれども、これは右にスライドするよという意味になっていまして、この DC ソケットで挿した後、別の商品へ USB で給電することができるようになっています。上の白い丸いところは青色の LED がつくようになっていました。ソケット自体はコンパクトだったので場所は取らずにいけるかなという印象でした。最後は吸盤式マウントです。この中に内装剥がしのツールが入ってました。やっぱり吸盤が大きい分トータルのマウントの長さは長いなという印象でしたし、この後流れる撮影映像は一時的に吸盤で設置してるんですけれども、やっぱり設置場所の自由があまり効かないなという印象です。貼り付け位置などに少し凹凸などがある場合もうまくくっつかなかったり、時間の経過とともに落下してしまう恐れがありますので、やはり設置自体はこちら GPS マウント両面タイプ式がおすすめかなと思います。テープマウントの大きさはこんな感じです。吸盤タイプの純正のマウントと比べるとこのようにかなり差があることがわかりますよね。そして吸盤タイプは上が少し突起している部分があってですね、その部分に電源ケーブルを挿している状態で一度設置をすることになります。最終的に固定するときは横方向にねじるからいいんですけれども、やはり最初にあてがうときに上からケーブルが伸びていて少し出っ張っているので、よりクリアランスがないと装着ができないという形になるので、新型 NX に装着する方に関してはテープ式マウントが必須なのかなと思います。駐車監視ケーブルについては商品を特に見ても分かる部分があるわけではありませんので、今回は少し割愛していきたいと思います。今回はまだ新型 NX 納車前ということで、簡単な性能比較ということでやっていこうと思います。フロントカメラのみの簡単な映像チェックとなります。実際に納車された場合はリアカメラおよび室内カメラの状況もしっかりシェアしていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは注目のダクション 360S、 こちらとの比較映像をご覧ください。まず最初の映像は現在 RX に装着しているカーメイトのダクション 360S という360度カメラです。360度カメラは一つのカメラで全体を撮影することができるというメリットの代わりに、画質面で不利ということがあります。映像も歪んでしまうので、ナンバープレートの読み取りが難しいという特性があるんですね。これを改善すべく開発されたのがこのダクション 360S から始まったナンバープレート読み取り用の専用カメラの設置なんですね。現在流れているのはこのナンバープレート読み取り用の映像なのですが、フルハイビジョンの解像度だからということだけではなく、ちょっと画角も狭くて右側映っていませんし、まあ、何よりも画質はあまり良くないなという印象です。かなり近づいた車両しかナンバープレートは読み取れないような気がします。ではメインの360度カメラを切り抜くとどうなるのか、映像をチェックしていきましょう。はい、いかがでしょうか。確かにさっきのカメラの方がナンバープレートをしっかり読み取れていたような気がしますよね。魚眼カメラとなり、映像そのものが歪んでしまったり遠く見えがしであるということもナンバープレートの認識のしにくさにつながっているのかなと思います。360度映像というのは仕組み上どうしても解像度という面では不利に働く傾向にあります。この後ご紹介するバントゥルー N4 などと同じ画質で360度映像が見れれば、これはもちろん素晴らしい商品になると思うのですが、テクノロジー的にはあともう少しかかりそうですね。現在発売が発表されて話題を呼んでいるダクション 360D、 こちらについてスペックを確認したところ、特に解像度などが上がっているようには見受けられませんでしたので、リアカメラが別個のカメラで撮影できる以外は
これと同等だと思うと私は購入しないかなと思いました。それではいよいよバントゥルーの映像となります。いかがでしょうか。明らかに画質上がっていますよね。もちろん解像度の設定が変わってまいります。今回バントゥルー N4 は 4K までの解像度に対応していますが、実はこの 4K を使ってしまうとリアカメラと室内カメラを同時に映す3カメラモードが使えなくなってしまいます。それだと先ほどの360度カメラと比べた時に機能面というか撮影がカバーできる範囲に対して非常に劣ってしまいますので、今回はほとんどの方が使うであろう3カメラ同時撮影できる状態での最高画質 2K の解像度でお届けしています。やはり解像度の違いは大きいなと思いますし、ハイダイナミックレンジもうまく効いているのでとても見やすい印象です。この撮影時の光の雰囲気や色味に関しても肉眼に近いのはバントゥルーの映像の方でしたので、そういった意味でも自然な映像が撮影できているんだと思います。それでは一番最初のナンバープレート読み取り用カメラとの比較を行っていきます。やはりその差は歴然ですね。強いて言えばバントゥルーの方は日光が当たった時に少しナンバープレートが白飛びしてしまっているシーンがあるんですが、もう片方のカメラではそもそも認識すらできていない状態ですので、このあたりは比較した上でいくとやはりバントゥルーの方がしっかり映せているということになると思います。続いては夜間の映像に移ります。まず最初はナンバープレート読み取り向けのカメラのダクション 360S のカメラとなります。だいぶノイズが気になるというか、やはりナンバープレートを視認するところまではいかないのかなという印象ですね。実際この場所は街灯こそあるものの少し暗い道路を走っているということもありますので、カメラにとっては少し不利というところもありますけれども、やはりこういったところでもしっかり撮影できるというのが安心感につながってくるポイントなんじゃないかなと思います。対向車のヘッドライトの明るさ調整もあまりうまく調整できていないような印象を受けますので、ナンバープレートを視認するというところは難しいばかりか、場合によっては車種の特定も少し厳しい部分があるかもしれません。これだけ近くに寄ったとしても低速走行状態ではブレてしまってナンバーの確認ができません。時速15キロ以下ぐらいまで来てやっと左斜め前方の車のナンバープレートが読み取れたかなというような印象です。続いてメインカメラである360度カメラです。先ほどと違ってノイズに関してはこちらはうまく処理できているように見えますので、写りとしては綺麗なんですが、やはり解像度が足りないというところからナンバープレートの視認は難しいのかなと思います。そのため周りの状況もしくは映っている車種がどうだったのかというところの確認においては、先ほどのフロントカメラよりもこの360度カメラの方が適しているかなというふうな印象を受けます。このシーンの対向車のヘッドライトについてはこちらのカメラでもかなり眩しく映ってしまっていますが、どうしても下から走ってくる車なので、ほぼハイビームのような付き方をしますから、この点に関してはバントゥルーも含めてちょっと厳しい環境かもしれませんね。低速時においてもナンバーの認識が難しい解像度であるということは日中の映像同様変わらない結果となりました。それではバントゥルーの映像となります。やはり解像度の違いというところがまず大きいので、くっきりはっきり映っていますし、追い越していった車のナンバープレートの認識もできるような状況ですね。ただやはりいくら強い夜間が綺麗に映るとはいえ、対向車のナンバープレートが動きながら映るかというとちょっと厳しい部分があるんだなということは映像でわかると思います。しかしこの通り過ぎる標識など先ほどのカメラでは全て認識できていませんでしたけれども、このあたりもしっかり認識することができているということがわかります。やはり動きの速い対向車のナンバープレートなかなか見るのは難しいですね。すでにこの時点で並走している車のナンバープレートをしっかり認識できていますよね。ただやはり日中の映像でも気になった点なんですが、ヘッドライトが当たった時に角度によっては白飛びしてしまうという現象が起きていますので、このあたりがちょっと気になります。例
ただ少し角度が変わった際にはですね、はっきりナンバープレートを認識することができていますので、マントゥルーの圧勝ということになりそうです。フロントカメラの比較です。こうしてみるとやはりナンバープレートを認識できるかどうかというところに関しての違いはあれど、画質が圧倒的に違うということを分かっていただけたかと思います。バントゥルーのドライブレコーダー N4 についていかがでしたでしょうか。本来は新型 NX が納車されて取り付けた状態をくまなくご紹介する予定でしたが、現時点で新型 NX の納期が判明しないということもあり、今回は少し RX に装着してチェックしてみました。これから購入される方が画質がどれだけ違うのかというところが少しでも参考になっていただければいいなと思います。こちらのバントゥルー N4 については4月頃に新製品が発売する予定ということですが、現状のこの半導体不足などのこともあるとスケジュールは少し押してしまうかもしれません。ドライブレコーダーの進歩というのはやはりタイミング次第ではどんどん変わっていくというところはあるんですけれども、現状発売しているドライブレコードの中ではかなり強いなと思いますし、最近ツイッターとかでも話題になった日本製品の新製品ラッシュ、このあたりは全て解像度の点ではまだいまいちかなと思うところがありました。当然解像度が映りの全てというわけではないんですけれども、ご覧いただいて分かったようにやはりナンバープレートが見れないと何かトラブルがあった時に意味がない、もしくは安心感が下がってしまうというところはお分かりいただけたかと思います。少なくとも現状フロント 2K、 そして室内リアカメラがフルハイビジョンで撮影できるのはこのバントゥルーの N4 ということになりますし、価格も冒頭にお伝えした通りクーポンなど込み込みで使えば3万円を切る価格で購入することができるようになっています。新型レクサス NX の納車が3月今年度いっぱい中に間に合いそうという方についてはぜひなくなってしまう前に購入いただいた方が良いのではないかなと思います。冒頭でお伝えしたリアカメラの対策品への交換を希望される方は到着がさらに遅れるということもありますので、納車ギリギリに間に合わないということがないように買っておくのはとてもいいことだと思います。商品購入の Amazon のリンクなどはすべて概要欄に貼り付けてありますので、こちらでご確認ください。また新型 NX が納車されましたら詳細にレビューして動画をアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。この動画が少しでも参考になった方はチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。 Twitter や Instagram のフォロー、メンバーシップ Nexus もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。